お前はもう流行りけているということで、最初はアクセントですね。アクセントっていうのは、いろんなジャンルにも使われてるんですけども、こと早弾きにおいてね、結構意識してない人が多いというか、僕の中ではすごく大事なことなんですけど、今は16分の頭打ちで入れましたね。はい、これを入れることによってすごくねグルーヴが生まれたり、よりハマって聞こえるという風にね、バッキングの中ですごくかっこいい風になりやすいというか、まあ、もちろんソロの中にもアクセントあったりするんですけども、基本はやはり頭打ちの16分のアクセント、これができないと先には進めませんので、ぜひ、たくさんトレーニングをしてみてください。強い弱い弱い弱い、強い弱い弱い弱いですね、まずは。はい、ということで、はい、やってみてください。動画がいいなと思った人はぜひチャンネル登録と、いいねボタンを押していただけたらと思います。今後もよろしくお願いします。